私の散らばった夏目さんへの思い全部見つけてもらうのを楽しみにしてます。夏目さんに届け。届かなくていい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、まあ、婚活も終わったし、あ、ちなみになんか、前回できるようになったアーク交換っていうのは、なんか他のプレイヤーの人との、あの、妖怪交換らしいです。多分。扉を開いて桜木ヒレズに戻りますか？はい、戻ります。ポケモン交換的に妖怪ウォッチも妖怪交換ができるんだね。次はギョロメ男のガチマークってやつやね。てかあれ何？あ、ヨロズマートのマークか。何マークかと思ったわ。これはこれよりもマップをでかくすることはできないのね。なるほど。とりあえず、まあ進んでいきますか。とりあえずいろいろと進んでいって、うわ、びっくりした。何かと思ったよ。ああ、今そちら用はないはずですよ。いけないのね、こっち。そっちに用があるかどうか私にはわからないから。何やってんだろうか。とりあえず、この子か。何？なんでいるの？どうしているの？最近この辺りで噂されてる不思議なことについて聞きたいの？そうね。私が気になってるのはギョロメ男についてかな。この桜木ヒルズの住人はギョロメ男にずっと見られているって話よ。ミッチーじゃないよね。こんな話、普通信じないわよね。もし興味があるなら詳しく話すけれど、どう？聞きたい？聞きたーい。噂によると桜木ヒルズの住人はギョロメ男という怪しい存在にずっと見張られているらしい。これは怪奇案件に違いない。早速調査を開始してみよう。はい。うん。そう、じゃあ話すわね。ギョロメ男について実はいろんなところで目撃証言があるの。超ムキムキの男の怪が見えるのに後ろには誰もいないとかね。ある人が姿を見たらしくて、そこからギョロメ男って名前がついたらしいわ。そんなギョロメ男だけど桜木ヒルズの住人に執着してるみたいでね。この辺りを歩いてると何か不思議なオーラをずっと感じるの。多分そのオーラの正体がギョロメ男なんじゃないかなって私は思ってるわ。オーラを感じる場所を知りたいって顔してるわね。この通りをまっすぐ行ったところにあるよろずマート近くの家当たりかしら。もしかしたらこのように未練がある昔の住人の亡霊だったりして。と、ギョロメ男の話はこんな感じよ。見つかるといいわね。ギョロメ男のガチマーク発生。クエストを進めてみよう。ムキムキって言われても調査開始だ。それすらもミッチーじゃないかと私は思ってしまったんだけど、違うのね。違うのね。とりあえずナビワン、違う、そうじゃなくってクエストのさ、よろめ男のガチマーク、はい、これをじゃあナビしてもらおうか。オッケー、ナビワン連れてって。お、匂って走っていったぞ。どこどこ。うんうん、信号は関係ない感じなのね。ん、コマさん。お、お前たちか。ちょうどいいところに来たな。散歩中に妙な気配を感じたところでナビワンを使って呼ぼうと思ったのだ。その妙な気配というのはそこの壁に潜んでいるみたいだ。妖怪ウォッチを使ってサーチしてみるといい。ただ何が出てくるか俺にもわからん。妖怪同士は見えないんですか？くれぐれも気をつけるんだぞい。だぞい、かわいいか。これじゃない、怪しいのって。いかにも、いかにもすぎる。ギョロメ男の手がかり、これやろ。なんかマークついてるし。なに、誰、怪しいマークを見つけた。ん？何これ？なんかのマークみたいだけど。うん。初めて見るの。コマさんでも知らないなんて、これ一体何なんだろう。ん？夏目さーん。どうした、ミッチ。ギョロメ男について新しい情報、ゲットします。そのマーク。どうした？ミッチ、これが何かわかるの？もちろんです。このマークはですね、夏目さんを陰ながら見守る控えめプリティーな三つ股マーク。隠れミッチーです。お、
ギョロメ男の正体、ミッチーだったってこと？うん。実はそうだったようだ。じゃあ私の推理は合っていたのね。何してんの？でもこのマーク、どうしてこんなところにあるんだ？いい質問だ。このマークはな、夏目さんをお守りしたいという私の熱いパッションが導いて膨れ上がり、うん、この三つ股マークとなって四方八方に散っていたものなのだ。私の愛の夏目さんが向かう場所ならばどこでも三つ股マークは現れます。ちょっと現れなくていいから。重度のアホだな。怖い。ねえコマさん、このマークなんとかできないかな。生き量的な感じ。そうだよな、怖がってる人もいるし、なんとかして消したいんだけど。消すのは難しいだろうが、効果をなくす方法は一つある。あんま陰ながら見守るマークならば、さっきやったように見つけてしまえばいい。なるほど。サーチして見つけてしまえば、その見守り効果もなくなるってわけだ。でも全然ひっそりじゃなくて思いっきりあるけどね、マークずっと。でも探すの大変だよね。なんかパッとしないし。パッとしないねえ、マークの親みたいなもんなんだし、場所のヒントとかわかるんじゃないの？もちろんです。こちらをどうぞ。またマークアプリを手に入れた。アプリで管理できるのかい？で、これ本当にヒントしか書いてないじゃん。大丈夫です、夏目さんなら見つけられます。会計案件となってしまったお詫びの気持ちとして、見つけた数によって豪華景品をご用意しますので。全てじゃないよ。え、豪華景品？それはちょっと気になるかも。そうか、俺は嫌な予感しかしないが。豪華景品のためにたくさん見つけるぞ。豪華景品、世界一周旅行券とかもらえるのかな。お前たちの分はないぞ、夏目さん限定だ。まあそんなことだろうと思ったよさ。そっか、いいな夏目。夏目さん、マークを見つけた場合は私に声をかけてくださいね。私の散らばった夏目さんへの思い、全部見つけてもらうのを楽しみにしてます。夏目さんに届け。届かなくていい。これ以上のアホは見たことがないな。ってことは今回だけで買い、あ、なるほど。これはこれで一応解決で、その後ちまちまと探していく感じなのかな。バッチリ解決。解決したんか？結局見守られたままなんよね。してないやん。お、なんだ？うむ！カイラ様、世界の扉開いたぞ。そうか。ついに現れたか。伝承の通りだな。人間たちの世界、大変なことを起きる。ああ、あちらでは他にも妙な扉が出現しているという。頼んだぞ。我らもことを急がねばなるまい。留守は任せたぞ、お前たち。はい、わかった。かわいい。承知。かわいい。いいね。あ、この子あれよね、あの男の子よね、転校生の髪型が前髪の感じ。世界をつなぐ扉、その鍵となるのは妖怪ウォッチに現れし人間か。銀さんみたいな格好しとるね。銀玉。また次の日。おはよう探偵団諸君、俺たちの戦いに終わりはない。さあ、今日の怪奇案件をズババッと解決しちゃおうぜ。まあ俺は妖怪ウォッチ持ってないからさ、バトルの活躍は二人に任すぞ。ってことはやっぱり妖怪見えてないんか。トーマくんはいざとなったら不動明王を憑依召喚できますし、怖いものなしでウィス。いや、でも自由にいつでも憑依できるわけじゃないんだ。僕はまだ妖怪ウォッチの力を使いこなせてない。まあまあ大丈夫ですって。心という時にバシッと決めてもらえれば。どうした、思うところがあるかなんか。僕が不動明王を憑依できてたらもっと有利に戦えるはずなんだ。でもまだ不動明王は答えてくれない。早く使えるようにならなきゃな。とりあえず、どこですか？あ、こっちか。三つ股マークアプリ。え、どんだけあるの？ 11 個。あ、でも思ったよりは少ないんかな。ゴミステーションミッチー。桜木ヒルズの駐輪場の屋根が怪しいです。車に関係する場所。街路樹のある場所。なんかめちゃくちゃ、アバウト。わからんわ。ガシャの近くの民家。池の近くの茂み。池の近くの看板。
公園の遊具、普段生活している場所、いろいろ売っているお店、出会いが、妖怪たちの出会いがある場所。とりあえず思いつくやつは今のうちにパパパッと言っとこうかな。ガシャの近くの民家。ガシャは一体どこにあるのかしら。どこかな。全くわからねえ。全くわからねえ。ガシャガシャガシャ。あれなんやろ。ちょ待ってね。よし。はい。ロイヤルジェラート。いいね。豪華そうな感じ。あ、こっちの方かな。なんかこんな感じの場所じゃなかった？あ、ほらほらほら、ガシャガシャ。え、こっちじゃねえわ、こっちか。あ、こっちはこっち。ここ曲がった曲がった。いつまで絡まれてんだよ。絶対絡まれとるやん。で、ガシャ近くの民家。どの辺かな？この辺とかかな？でもここ入れんのよね。マークは多分、さっきの駐車場じゃねえわ。ゴミステーション？あっこみたいな感じで分かりやすくあると思うんやけど。あ、ジャンプで入れないのこれ。あー、入れねえ。ってことは、こういうところの壁とかにある可能性。ないな。全くもって、ないな。この辺多分届くような位置にしかないと思うんやけど。これは違うか。てかどういう風に探すんやろ。これでほら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 、あ、こういう感じなんや。分かりにくいやつもあるし。私の愛の結晶です。三つ股マークを見つけた。これよく見つけたと思わん私。マークナンバー05005、おしゃれフェンスミッチー。おしゃれフェンスミッチーじゃねえわ。あ、なんか身代わり人形。あ、こういう風に景品もらえるんや。なるほどね。で、あとはなんか公園。待って、公園さっきんとこやん。先にそれをやっておけばよかったか。くそくそ。じゃあ本当によく見んかったらわからん場合も結構多いということか。渡ります。遊具って書いとったかな。遊具遊具。分かりやすくない可能性もある。三つ股マーク。あ、そっか、こういうので調べれば。そうやね、直接ミンクってもこれで調べれば分かったりとか。公園の遊具って書いてあったよね。違った？三つ股マーク。柵の模様。ああ、なるほどね。桜木ヒルズの池の近く。公園の遊具。公園の遊具。で、多分一番最後のやつは婚活のところやと思うんやけど。こういうところを。全然ないっすね。こっち。全くないっぽい。どれだ？こういうところに。やっぱり目で見た方が早いんじゃなかろうかってちょっと思ってしまう。あ、あんなところに。はい、三つ股マークです。全然わからん、それは。滑ろう、ミッチー。滑りません。あ、あそこに。ちょっと待って。ほっ。ミュージックカード。さあ、そして池だ、池。池はこっちか。
こやね。ちょっと待って、ここから。池これよね。確か。あ、あっちから入れる。ちょっと待ってね。ここの、なんか池の近くの看板とかもあったよね。看板はどのあたりだ？看板とあと何やったっけ？よいしょ。よいしょ。三つ股マーク。池の近くの茂み。茂みと看板。茂み。この辺とか。ないね。茂み。ないっすね。茂み。てか、どのぐらいの距離から反応するんかがよくわからないんだけど、私。どのぐらいの距離からでも反応するんかな。こういうのも入る。いないね。公園近くの茂み。この辺。ないっぽい。看板もないんだけど。公園近くの看板。限られてそうやけん、すぐに見つかりそうやけん。あ、こういうところかな。あ、今、ん？今なんかあったっぽくなかった？こっちか。え、何？あったよね、絶対今。え、どこ？え、違うの？え、絶対あったと思ったんやけど。え、一瞬紫にならんかった？え、気のせいか。わかりづらいぞ。なんだ、期待させやがって。違うんかよ。ないな。てか看板どこにあんの？看板なくね？看板って一番わかりやすいと思うんだけど。だってもうそれヒントっていうか答えやん。ね、答えやん。あ、これか看板。その前に茂み。やっぱまとめてあることはないか。看板。え、看板全然反応しなくない？ちゃんと裏は裏じゃないと反応す、あ、そういう感じなんや。まあそれは難しい。みーちみーちみーち。怖い。地図の裏のみっち。ヨーグルト。なるほど。その方向からしかわからんとか、そういうのあるの？やだやだ。でも茂みは多分どの方向からでも石やと思うよね。こんなに近くにはないか、さすがに。あ、あれは？あ、ここの植え込みの集まりちょっと怪しくない？この辺、この辺。絶対あると思った。え、確実にあると思った。ないね。茂みの道ないわ。まあ、とりあえずじゃあ今回はこれだけ見つかったっていうことにしておこうか。公園近くやけんね。公園の中とは限らない。あ、そういうことだ。あ、ここかも。いや、違うね。全然違うね。うん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあまた時間見つけて、ちょこちょこ、みっち、みつまたマーク見つけていこうか。